いや私もだからねあの、うん、時々こう電話がかかってきていろいろ情報交換してる中で、うん、こうなんだよこうなんだよ、うん、こうなんだよ、うん、と聞くじゃないですか。うん、でああそんなことがあるんだだから銀座の方って、うん、私行ったことがないとは言いませんがた、うん、だからそのずっと行っててでなんかその,あの知り合いが多いとかそこまではやっぱり女性だからなかなかないでしょ。ないない。ないうん 行ったとしても例えば文壇バーとかその辺りは行くけどクラブはなかなかやっぱり文壇バーはそんなに威力ないからねでもあそこは楽しいところですよおばあさんがいてねもう十何年前に行ったっきりだけどあそうなんですかいやいやいや昔はにんあに作家とかいたんだけどね昔はいたんだけど今は別にそんなの聞いたことないいやでもねこの人のあのね 謎がやっぱり出てきますといっぱい謎が出てくるのであの、ね、いくらなんでも、うん、例えば政治家で銀座好きですで僕を連れてくる政治家やっぱり一人ね、うん、あのちょっと言っちゃうと名前も全部分かっちゃう人なんだけど公明党で辞めた方じゃないですよねじゃないじゃない、ね <laughs> えー、一応はっきり言う自民党です <laughs>、はい、自民党の衆議院議員なんだけど、うん あんまり通った挙句さ、奥さんと離婚して、銀座のママとできちゃってさ、今銀座のママが奥さんです。ああ。うん、次方よ、それでもわかるよ、彼女は。うん。うん。なんとなく派閥の力かもしれないね。うん。派閥の。うん、でもね、そうするとね、なん、なんで彼はそんなことができたかっていうと。もともと、すごい大物議員の、秘書出身の人で。で、後援者ったら、結構な大企業がついてるから。うん。 あのー、そういうお店行ってもつけ回しが効くんですよ。でね自分の金で飲んでる政治家がいないからねうん、うん、基本的にこの人は誰の金で飲んでたんだと。あのでちょっとね安住さんといらした時にその話で話題になったからちょっとこの,この人の金回りをちょいとだけ調べてみたけど出てこないんですよ。普通影が見えんだよあこいつが出してるなって影が見えるんですよ。それこそさっき言ったね 武田敦アさんとかの関係の人はさものすごいお金持ちだったからソーラーってもうけたから。私ある方から話を聞いたのは今落選中のある議員なんですけどね結構名前のある人その人は毎日銀座じゃなくて麻布の方で麻布麻布の方で飲んでたって言うんですよ麻布で毎日飲んでるとこんなにお金が続くはずがないとしたら。 やっぱり後ろにいるんですよお金持ちがそれも個人経営で、うん、大きな企業の社長じゃなくて、うん、個人経営で要,要はお金回りのいい人ね。ベンチャー様ベンチャーっていうところちょ,っとちょっと違うかなあとでもほらよく言う石油,石油商社と称する一人でやってる人がいるけどる、ね、いやいやそ,そ,それではないんですけどうん、うん、そしたらねその,その人は何かってったら議員になりたい。 議員になりたいために一生懸命そのつてでもう今になったらそのつての人が落選しちゃったからあれなんだけどそれで一生懸命お金を入れてたんですよ。でもっと面白い話があって、うん、<laughs> でその人が選挙に出たいって言うから当時、うん、二階さんが幹事長だったんですけどうん、うん、二階さんのところに電話をかけて、うんうん、で 誰々っていうのが今そばにいまして、うん、選挙に次出たいって言いますから電話代わっていいですかって言って電話代わらせたんですねうん、うん、でそうすると、まあ、こ二階さんと話ができたって言ったらまたしばらく引っ張れるじゃないですか。うん、と思っていたら、うん、その二階さんにお客さんがいてそ、うん、のお客さんが全部それを見てたんです。 いやー怖いよ、だからね、1人でいるってことないからね、お店、うん、行くとね、うんで、結構、やっぱりそういう高いお店はね、それなりの人が来てるから、他の議員、だからね、逆に言うとね、そこでね、わ,あのわが物顔で遊んでらっしゃって危ないんだよ、特にこんなね、洋食ついてるやつは危ない。いやいや、やっぱりね、あのいや別に行くなとは言わないけど、うん、行くなとは言わないんだけども、やっぱりね、綺麗な遊び方をしていただきたいですね、うん、でね私ねねねで私これ、ね、銀座にも、ね、やっぱりね。 失礼だと思います,よすなんかこう出てくる女性が言ったら悪いけど、うん、あの銀座のね、うん、一流のホステスさんとは私イメージが随分違うんですよ私が思ってるいやそう思いますだから本当にやっている一流のママ、うん、一流のホステスさんっていうのとは全く質の人たちが、うん、要はそこで生き残れないからねあの一番いいのをこうパクッと。うんうん 捕まえて、うん、それでその人の奥さんになり、うん、愛人になりみたいな感じになったというところしか見えないんですよ。うんうだって皆さんもっとすごく頭もいいしうん、うん、それからやっぱりあのプライドだってあるしうん、うん、いろんなところでそんなのね多少のところのあまあ言ったら、えー、当選回数6回や7回ぐらいの議員なんて。うんうん、あの 私が養えるわぐらいの、うん、養ってもらえなくても私がやるわみたいな感じの方々が結構いらっしゃるじゃないですかす、うんね、だからもうはっきり言って、まあ、あの若い頃におきれいだったと思うんですけどね、うん、お二方ともね、うん、その時一番そのなんていうかな見た目のいい時にパカッとされたんでしょうねっていう。本当ね、うん、だってはっきり言ってそれ売れっ子でね、うん、すごく評判がいい人で収入があったっつっても、うん、でもやっぱり。 2人子供を持っててね。定主なくしてさって苦しい生活じゃないですか？うん、それはパクってやるよね。だけど、あの子供のために思ったら、そのやっぱりこうパクっとする前に自分でどうやって子供を育てて一人で生きていくかっていうのをまず考えると思うんですね。だから、そのあの銀座でずっとやっていくにしても、どれだけ事業を大きくするのかっていうので、結構そういう方で成功してらっしゃる方いらっしゃるわけじゃないですか？ だからね私そういう人たち見てすごいなと思うんだけどでもこれねそういう中でまああしたもまた「文春」は多分第3弾やると思うんだけど 1>、うん、第1弾第2弾読んできてね 1>、うん、第1弾だったかなあの警察官に対してすごい言い訳をしてるのがあるじゃない、うん、の木原さんが。 うん、そういうことを早く調べてくれたら僕は結婚しなかったのになそういやないだからねそのセリフって本当だったんですかということと、うんうん、ねそれをねやっぱりね、うん、聞いてみたいですご本人に、うん、それ本当に言ったんですかということと本,当だよ、ね、本気だったんですかっていうもしね名誉毀損でやってこれが嘘だったらこれ名誉毀損できるからうん、うんあのだから さっきも言ったように司法記者クラブに、ね、刑事訴追考えてるっていうのは何を刑事訴追するんだと,で刑事訴追とか民事になるとね、うん、いろんなところで証人出してきて、うん、いろんなことでご本人だって出てきて、うん、いろんなことしないといけないから刑事にされたんでしょうけど、うん、刑事っていうところで限定されたんでしょうけども、うんうん、私は、ね、いろんなそのあの出ているそのセリフっていうのを改めて、うん、それは本当におっしゃったのかどうなのか。うん まあね、だから文春に対してはすごく警戒してるのわかんないね、うん、っていうのはほら絶対に肉声で答えないようにしてるじゃない、うんうん、絶対文春って当てる時に録音取ってるからさでも、まあ、警察が録音取ったかどうかわからないけど警察おそらくねこれあの第一弾のとこから注目してるのは 一人じゃないんだよね、うん、そ捜査員一人じゃないわけよ、うん、この捜査に関わった人少なくともあれだけのものを取って一人のものをまとめたりしてるから5人ぐらいは押さえ,えてるはずなんだで録音も提供されてるんだよね、うん、いろいろだ結構角度高いんだよね、うん、あれが、ね、ここまで来てるのが、うん、例えばそのあの宮崎の方も何回も行ってるじゃないですかそこまでやってるのに問題ありませんでしたっていうか、うん、あれは本当にあり得るんですか その前にね宮崎行かないと思うんですよ行かないですよそれぐらいのあれだったら判断警察がするぐらいだったら怪しいと思うから行くわけですよねお金かかかかっっててるまでよりによってですよ大塚署ですからここから近いんですけどあの久子と殿下をお守りしてる大塚署ですからね某大手出版社の近くにあるそう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 うんあそこちなんで 今日の朝かなんかテレビ局のカメラがあったらしいですえ本当ですかん、なんか私のところにそういう連絡がまあよくあるんだけどね都内はねそこの巣鴨署でもんかテレビが集まってることよく見ますけどねいやいやいや結構ね大塚署はね結構重たい問題今まだ署長女性だと思うけどねあそこは確かに女性署長です あの女性の怒りで解決してほしいなと思うけどね。あのねやっぱりね行政がね歪められたらダメだと思うのはうん、うん、やっぱりその行政ってあの国民を守るためっていうのが一番あれがあると思うんですよ。うん、で今回は警察権力っていうか捜査,捜査権なんですけどもこれだって国民の生活を守るためにやっぱり使ってもらいたい。うんうん、それとね。 もう一つなんですけど実はツイッターでちょっと見させていただいたのは、うん、フランスで、うん、あの日本人の女性が外国人にネットを浴びせられて、うんうんね、怪我をしてて、うん、入院というか病院に連れて行かれてっていうのがあって、うん、その時に大使館がちゃんと動いてくれなかった領事部が、うん、動いてくれなかったっていう話があって、うん、でそれもね やっぱりその在外邦人の保護の観点でやっぱりねあのそのフランスのね司法権とか行政権を犯すようなことはできなくっても少なくともいろんなことでその法人を保護するためにえ寄り添うっていうことはやるべきだと思うんですけどどううなんでしょうかねそれは全くその通りだと思いますねそれに関していや似たようなかんどっかで見た感じがするっていうのでなんか。 ドイツでも数年前ね数年前にやっぱりドイツ今歩行なんかもそうなんですけどやっぱり移民問題があってでアジアのねアジアのアジア人に対してやっぱり危害加えられることがあったっていうんですよね。でその時にそのね大使館が警告の問題を出す警告のメールを出したりして気をつけてくださいねって。 いいいいうののをしないといけなとけになかなかしなかかしっったっていう問題があるんですよ、うんうん、あれだからあれ国によって差があるよねあの変な話だけど、うん、まあロ,ロシアの領事部も,も僕ら問題したことあったじゃないですかバレリーナの学生たちが帰れなくなっちゃって、うん、ラジオで食い止められてね、うん、あれは公明党の議員さん頑張ってね国会で頑張ってなんとかなったんだけど、うんうん、あの時もね あのもう不始末をやってるんだけどでもね、現地でいろいろまた聞いたのね、僕ね、モスクワとかウラジオとか聞いたらね、まめにねそういうねロシアの政府がけあのなんかこれについて気をつけるとかいうものは全部ね、すぐ翻訳してあのメールやってるんだよね、<や>でもね、うん、チャイナはまずそんなことしないから、<laughs> チャイナの領事部は聞いたことない、あんなでっかいとこなのにあー。あ 自分でウェイボーブを見てね、て自衛するしかなかったから。あそこでだって大使、大使なんて、めちゃくちゃあるでしょ、うん、あのエリート。エリートですよ、だって、あの、ともかく、だって、規模がアメリカの次なんだから。実は二番目なんですよ、うん。すごいですよね。国によって、全然違う。 すすごく親切なところもありますでもやっぱりねそれは日本人を守るっていう観点では、うん、その日本の政府は一一つつですかから一つっていう,か、うん、そう同じ基準でね<ー>やっぱりねあの危険だったらここのところは大丈夫だろうとかじゃなくって、うん、やっぱりそれはちょっと危険度が増してきたら、うん、それ少なくとも注意喚起のメールを出すのに、うん、どれぐらいのあれがいります、うんうん いいや大したことはないよ全然大したことないと思うんですけど、うんうん、そういうところまでなんでだ不思議なのはいつも不思議なのはね観光客で入ったのは全部ね把握はしないけど少なくとも長期滞在してる人はね、うん、一応把握するんですよねで把握しないと怒られるから把握はするわけ連絡をしてくるわけよ、うん、でねあのメールで連絡くるわけでいざなんかとつかまったったら放置っていうのはこれ信じられないんだよね俺特に中国。 あ結構あれです中国はもうだって90何人今捕まってるんだよほとんど面倒見てないよこんだけさまあ YouTube で批判したからって動かないと思うんだけど、まあ、新聞も取り上げないんだけどさもう何年も繰り返してんだよこういうことうん,、うんうん、んとに僕はびっくりしてんだけどね俺あの民主党政権の時からもう中国ちょこちょこ行った時にね誰々捕まってますからって結構あって全然面倒見ないんだよね面会に行くんだよ1回だけ 何のために面会行くんだかねじゃあ,あの弁護士なんかもつけてあげない,げない紹介してあげない,あげないだからいやまあたまたまだから、うん、弁護士ついてる人いたらどうやったのっ,ったら、うん、それは中国の友人がつけてくれたと、うんあうん、まあ取り大体取引で行ってる人多いですから会社とか、うんうん、やっぱり中国の人だって義理がたい人いるからねあの、うん、弁護士探して斡旋してくれる場合もあるんだけど、うん、日本のねそのね大使館対応とか領事,領事部対応ってのは非常によろしくないですよ。 国際水準で見て、話がとれちゃってるけどね。いや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 だってあれじゃないですか。不平等だなと思うのは、あるところの領事なんて総領事なんてお呼ばれして、それで直接ご両親に頼むって言われて、それですごいえん便器を測ってたじゃないですか。私ねああいうのがねいや普通だったらあれですよ普通っていうかあのばあの日本人なんだからね国籍は日本なんだから。 ちゃんと保護しますよだ、うん、だったらあれだけど、うん、みんなにねみんな保護するんだったらいいけどめっちゃくちゃ熱く保護するのと全然保護しないっていうかまあほぼ放置みたいな、うん、そういう風なのはやめてほしいなそういう不平等ね、うんまあ、その問題またね、あのー、近々やりますけどねあのすごいあのただ単に外務省とか領事館として総領事としてやってるんじゃなくて、うん、なんか日米のなんかハイスなソサエティででんかグループを作ってそれで支援するそれを 相談してるグループの顔顔まで全部分かっちゃったからね。うん、うん、一緒に会っててね。あこのこの人たち日常の仕事ってそんな刑事犯で捕まったことをどうこうじゃなくてこういうことをやってんだといやあのお金使ってねいい酒飲んでねやってるわけですよ。あのねご,ご自身たちのあの 儲けたお金というか、うんうん、働いて得たお金でやられる部分が結構なんですが、ただね。ただね。ただね。何かって言ったらそれでなんか除菌されたりとか。うん、なんかそういうのでお墨付きを得たりとか。うん、そういう風な。なんかこう特殊ななんて言いますか？うん、配慮があったっていうんだったらちょっと。 それはちょっとと疑問だな思います本当にね、本当に大変だなと思われてご自身の資材でされるのは私はね、それはね、自由だと思いますよそれぞれ。だけどそれ、資材をしてあげてるからこの人はすごいんだとみたいな感じで政府がねまあ言ったら忖度してそれで特別のなんかそういうふうな栄転みたいなのをあげるとかそういうふうなのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうには思いますね。 まあ警察も同じものでこれも第1弾第2弾でしたけどね警察官が一番嫌な思いしたんだろうなと思うんだけどもあのー、出てきたのは大塚署の,あの女性の刑事だよね、うん、女性の刑事がねあのー、そうどっちかっていうと不良の友達じゃないですか、うん、もう1人出てくる方はねはい、はい、あのー、被害者のお友達で。ええええ、まああの はっきり言うと木原さんの奥さんの一時彼氏でもあった不倫の彼氏だったんだけどねうん、うん、彼氏だった人なんだけどその話を長いい話してるんだよねあの要するにやっぱり被害者がねあの本当に無念,無念に、ね、亡くなっていったその、ね、無念の思いを晴らすっていうのが我々のエネルギーなんだって言ったんだよね。うんうん、あこううういいうなんていうかあの 心意気で頑張っているる警察官が多くの方はそういうことだと思いますよ。うん、でこの再捜査にするのもね捜査資料を見て、うん、いや捜査資料俺ある捜査資料見直してほしかったなと思うけどねこのこの捜査資料はねなんか凶器に使われるとみなされるその包丁なりナイフなりの血のつき方で気が付いたんですよね。 これはこういう返しにこういう血の付き方っていうのは人に刺さらなきゃありえないっていうふうに刑事が判断して見てね、うん、それなのに何も問題ないって言って、うん、長官は言ったわけでしょそうあのね警察庁の長官がね問題捜査に問題ないって言っちゃったんですよこれもねこれ別にね木原さんが言ったとか首相が言ったとかじゃないと思うけど忖度だと思うんだよねこれ言われる前に何か円幕巻いたんじゃないの自分のところに責任きそうだから。でも一応あれって あの捜査縮小でしょ。そうですね。うん。で、いや、実はね。私ね、この間あずっと前にほらあのお見せしました。でしょ。なんかわけのわからない。変なのが名誉毀損みたいなことをやったんで、私警察に持って行った。全部持って行って、相手の住所も全部警察に届けたで、その後どうですか？どうですか？って言われてなんかね。どうも気づいたというか相当まずいと思ったらしくて、自分あのその本人も。 あの相手のあの男もね相当まずいと思ったらしくてそれで結構いろんなの消しまわってたんですよで私の方にはもうなんか顔向けできないような感じで声はかけてこないまあもともとかけてそんなかけてくるようなんてなかったけどもそういうふうになってたんで「どうですか?」って言うからあ「あれ以降別に加害行為はないですよ」って言ってで何2回ぐらいお電話いただいてでその後で。 じゃあ一応、警察はここで一応、要するに捜査、それまでいろいろ見てくれてたらしいんです、向こうの住所に行ったりとか、荒川区のね、住所に行ったりとかしてて、見てくれてたらしいんですけども、一応止めますと、私が聞いたのは、私が出した資料ね、私が提供したというか、いろんなあの情報、相手に対する情報、これ、要するに消されるんですかって聞いたら、そうじゃないと、置いとくと。言われたんで私は安心して 安心して何かあったらいつでも復活する,活するっていうこれだから一応だからこれもそうですね再捜査やって八ヶ月で一応消えたとは言ってけこれそうでしょ完全に消えたりじない消えてないでしょ、うんうん、完全に消えたっていうことじゃないね、うん、だから再燃する可能性がある、うん、再燃させてほしいですよねうん